11月定例岡山市議会も開会し、大森雅夫市長が水道料金の値上げに関する条例改正案など49の議案を提案しました。施設の更新や耐震化を速やかに実施しなくてはならず、料金の改定は避けられない状況となっております。条例改正案は水道料金を来年度から2年間は平均で 15.7%、 それ以降は平均で 20% 値上げするためのものです。このほか総額およそ2億円の一般会計補正予算案も提案されました。資材などの高騰のため新庁舎の建設工事費を増額するおよそ1億4000万円などが盛り込まれています。11月定例岡山市議会は来月15日までです。